はい、お疲れ様です。西田の北川です。今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。今回ね解説するのは今ここに出てるグラフ、これ何かっていうと2019年にミンネに登録してる作家さん2000人を対象にねやったアンケートがあるんだけども、まあ、その中の一つなんだけどね。内容はまあ作家さんの悩みは何ですかっていう話なんだけども、でここにね上位10個が載ってたので、でこれまあ5年前の資料なんだけれども、今もね全然変わらないと思うし、今これ見てくれてるみんなもね同じような悩み抱えてると思うので、ちょっとね僕の方で解説したいなって思いました。なんで悩むのかって言ったらさ、やり方とか考え方がわからないから悩むわけじゃない。なのでまあ僕ねハンドメイドでさ、一応ねプロとしてやってこれてるから、まあ自分のやってきたこと経験からこれはかなりアドバイスできることがたくさんあるので、ちょっとそこをね解説しようかなって思います。で僕ね今この立場になるためにはっきり言ってめちゃくちゃ努力した。でその視点からものを喋るので結構辛くして本音の話をします。でひょっとしたら中にはなんかね自分のことを否定されてるって思っちゃうことがあるかもしれないけど、そうじゃないから、否定したりしてるわけじゃなくて、そのままその間違ったやり方をしたら絶対にうまくいかないよっていうことに警鐘を鳴らしたいだけだから、そこはねあそんな意見もあるんだなっていうふうに捉えてもらえればいいかなと思います。はい、というわけでいきます。はい、じゃあねまず第10位、作品の制作量が上がらない。これはね考えなきゃいけないのは、一日の中で無駄にしている時間がないかなっていうことを考えてほしいね。例えばダラ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 スマホだけ見てる時間、気づいたら1時間くらい経ったりしてない？その時間を自分の作る時間に変えるだけ、そうしたら生産量上がります。まずそれが一つで、もう一つがねどこかで自分に大きく負荷をかけるっていうこと。どういうことかっていうと、例えば1ヶ月に作れる数が2作品しか作れないですよね。でそれが自分の生産能力なんだけど、負荷をかけるっていうのはこの2つしか作れないものを今月倍の4つ作ってやるとかっていう風に目標設定するわけね。そしてそれを達成するために1ヶ月だけでめちゃくちゃやるの。1ヶ月なら無理聞くでしょ。そうやって負荷をかける。それによって何が起きるかっていうと、4つ作れなくてもいいからこの4つ作るっていう目標を設定して達成できなくてもいいです。大事なのはそこじゃなくて、この4つ作るっていう目標を決めてこれを達成するためには何をしなきゃいけないだろう。今のままじゃ時間足りない、じゃあどうやって時間作ろうって、さっきの話じゃないけどねっていうふうに考えるし、自分の作業が遅いから早くするためにはどうやったらいいだろう、効率よく物事を運ぶためにはどうしたらいいだろうってめっちゃ考えて行動するじゃない。結果自分の能力が爆上がりしてるから、4つ作るっていう目標を設定したけど4ついかなかったとしても3個作れるようになってるから、そんなもんだから、そういう風にすることでとにかく自分の生産能力っていうのはどっかでゴンって上がったりするから、これ技術アップもそうね、同じこと、どこかでとにかく集中的に自分に負荷をかけるっていうことをやる。そうすると必ず自分の能力が上がるから、そういう風にねやってみるといいです。はい、はい、じゃあね次は第9位、価格の付け方がわからない。これもね多いと思います。でねみんなやりがちなのが、何も考えずにとにかく安い方がお客さんがね喜んでくれるだろうとか、私の作品なんてこんなに高く売っていいのかしらって思って値段つけれないで安売りしてんだけどね、それが一番やっちゃいけないことね、まずね。でじゃあ高ければいいのかったら、もちろん高かったら売れないし、適正価格っていうのがあるんだけども、でもその適正価格の出し方がみんなわからないよね。値段をどうやって導き出していくのかっていうその考え方が分かってないの。だから価格が出せないの。まずねそもそも分かってほしいのが、商売ビジネスってどういうことなのっていうこと、ここを押さえていないと、この本質が分かっていないとこの考えが出てこないの。でビジネスって何っていうと、みんな怪しいとかお金儲けでしょって思ってるでしょ。そこがね全然違っていて、ビジネスっていうのは世の中の誰かの困ってることとか悩みとかを解決することなのね。解決することによってお客さんに喜んでもらうことなの。これがビジネスの本質なの。ここをすっ飛ばして金儲けに走ってるから、だからこの価格の付け方がバカみたいに高額にしたりとか
そういう本質をわからないから自信を持って値段をつけなかったりしてるわけね。とにかく大前提はお客さんに喜んでもらうためにやってるんだよっていう話、悩みを解決するためにやってるんだよっていう話ね。じゃあどういうふうにやったらいいのかというと、例えば僕がレザークラフトをやってる人で、この財布を手作りで作りましたと。で、材料費とかいろんな経費を差し引いて、そして自分が労働した時間、そういったものを換算したら、僕の中でこれを販売するとしたら報酬として価格が1万円くらいかなって、相場パッと見た時に大体そんなに大きくずれてなければ、まあ、これくらいだろうっていうふうに値段ができるわけね。で、商売が上手くない人のやり方っていうのは、このじゃあ自分の中でこれは 100% いただくとしたら1万円だな、1万円で売っちゃうこと、要は 100% の価値のものを 100% で売っちゃうっていうこと。それをやっちゃうと要は等価交換になっちゃうんだけども、それをやってる人は商売があまり上手くない人。じゃあ上手くいってる人とか人気の作家さんとかね、どうやってやってるのかっていうと、自分の中では1万円の価値があると。だけどさっきの大前提を思い出して、商売をしている僕たちっていうのはお客さんに喜んでもらうためにやってる。だから100対100の交換だったらなんか別に当たり前じゃない、同じものと同じものの交換だから。じゃあどうやったら喜んでくれるだろう。それはね、1万円だなって思ってるものを僕はあえて7000円とか8000円で販売する。するとお客さんは支払ったもの以上の価値を手にしてるから、え、これをそんな値段で手に入れていいんですかってすごい喜んでくれるね。ありがとうございますって言ってもらえるよね。それをもらうために商売をしてるわけだから、だからそういう考えでやると、どういう値段につけたらいいかなっていうのがね、ちょっと見えてくるんじゃないかなって思います。はい、はい、じゃあね、次第8位、新しい顧客が増えないっていうのはね、これは努力しようっていうだけですね。でもね、これね、全ての商売、お店構えてる人でもどんなジャンルでも一緒。とにかくこの集客っていうのが商売する上でね、一番の悩みだから、これが解決したらね、一生食いっぱぐれることはないんだから、だからここはね、頑張って努力しなきゃいけないです。で、ここでね、みんなに伝えたいのは、お客さんを増やすためには何をしなきゃいけないのって話で、今の時代なら SNS とかあるからさ、便利なんだけど、その便利なツールを使ってもお客さんが増えないのはなぜかを考えてほしいんだよね。例えば羊毛フェルトだったらさ、みんな作品作るじゃない、でこんなのできましたってみんな流したりしてるけど、それをちゃんと自分が買ってほしい人に向かって発信をしてるかい、反応してくれるのが自分の友達だったりとか作家仲間だったりとか、そこになんか集約されてない、それはそれでいいの、あの意見がもらえるし、あ、素敵な作品できたねとか、もっとこうだったら素敵だよねとかってさ、意見がもらえたりするからいいかもしれないけど、でもそれはあなたのお客さんではないよね。あなたはその作品を誰に届けたいの、誰に届けてその人の悩みを解決してあげたいの、そういう人に向かって発信しないとお客さんは増えていかないよ。無駄な SNS の発信は意味がないよっていうところで、誰に届けたいのっていうことを考えてやってみようっていう話です。はい、じゃあね、第7位、在庫が増えてしまう。これはね、僕はオーダー専門でやってるから在庫が増えないんだよね。で、これはね、僕がオーダー専門作家としてやろうと決めた理由の一つです。在庫を抱えない仕事をしようと思ったこと。これね、商売の鉄則なんだけれども、やっぱり在庫を抱えると、要は一旦お金を出して在庫を抱えるわけじゃない、要はこの時点では売れてないから赤字だよね。これをさばければいいんだけれども、さばけないと在庫が増えていってしまう、赤字が増えていってしまうっていうことが起きてしまうわけ。ハンドメイドだから材料費ってもそんなにね、バカみたいに高くないから大きくないように感じるかもしれないけど、でもやっぱり増えてこえばかなりのダメージ食らっちゃうからね。オーダーをやってるんじゃなくて、自分で作品ね、シリーズ化したものを作ったりして、それを販売してるっていうようなやり方してる人だったら、やっぱりどうしても一時的に在庫が増えるから、じゃあそういう人はどういうふうにやっていかなきゃいけないかっていうと、買ってくれるお客さんがほぼ確定している状態、受注作戦に近い状態を作ってから生産に入って、そして販売をするっていうことをやる。この辺のやり方が上手な人がやってるのは、例えば、じゃあこの作品いついつから販売しますって、なんかちょっと予告みたいなのするじゃない、すると、あ、それ欲しいですって、あ、待ってますとか、待ってましたなんて声が来るじゃない、その反応を見たら、あ、今回はこれくらい売れるなって大体予測つくでしょ。そしたらそれぐらいを作ってあげて販売したら、在庫なんて残らずにきれいさっぱり
売れるから、だからそういう風なうまい運用の仕方をすることを考えると、この在庫が増えるっていうこの悩みはなくなります。はい、じゃあね、第6位、売上の壁を感じている。これはね、あの一番最初の質問と一緒でね、第10位にあったあの生産量が上がらないっていう悩みと一緒。つまりしっかりと最初に目標設定、いくら稼ぐって決めてやってないから、もう今できること、作品作って売る、作品作って売る、あ今月はこれくらいいったな、あ今月はこれくらいだったなっていうのを繰り返してるから、じゃなくてちゃんと来月はこれくらいの売り上げを作るって決めるの。例えばね、毎月1万円行ったり行かなかったり、それくらいの売り上げしか行かないっていう人、壁を感じてるんだったら、じゃあね、自分はね、まずいくら稼げるようになりたいのっていうことを考えてほしいのね。でそこをまず設定する。だけど普段1万円くらいだから今月は1万5000円って、それはダメだって、頑張ればできるじゃん。そうじゃなくて1万円しかいかないんだったら、今月頑張って2万円もしくは3万円に持ってくっていう、自分が相当何かを変えて頑張らないと達成できないぞこの目標はっていう目標値を設定してあげること。でかといって、これが普段1万前後しか稼げない人が100万円設定したら、それはもう不可能なんだから、そうではなくて、とにかく今自分の何かを変えないとこいつは達成できないぞっていうくらいの金額設定にしてあげる。すると何をしなきゃいけなくなるかっていうと、今と同じことをやってたら1万円くらいしか売り上げ立たないじゃない。で頑張ってやったとしても1万5000円くらいしかいかないじゃない。それじゃ達成できないよね。でもじゃあ何か根本的に変えなきゃいけないんだ、どっか見直さなきゃいけないんだ、どうしなきゃいけないんだってめちゃくちゃ考えるの。そして仮説を立ってそれやってみるの。それをやることによって、あらゆる自分の中の基準値がここの辺が限界だなって思ったのが全部上がっていくの。考えたことによって全然いけるじゃんってなるの。だからそうやって壁を感じてるっていうことは、自分の中で勝手に限界線を引いてるだけ。じゃあその限界を突破するためにやって言ったら、普段と違う行動を取らなきゃいけないわけ。じゃあ普段と違う行動を取るにはって言ったら、普段と同じ行動、普段の延長線上でたどり着くような目標ではなくて、相当自分の中で何かを変えて死ぬ気でやればいけるかもしれないっていうような目標を設定してあげるっていう風にね、考えてやると自分の限界値は超えるから、つまり売上の壁っていうのもぶち破ることができるから、まあ、そんな風にね考えてやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、まあ今回10位から6位までやりました。これまた長くなっちゃうんで、続きはね次回ねやりたいと思います。はい、というわけで、ね、今回ね話を聞いて、あそんな風に考えればいいんだななんてね、ちょっとヒントになったこともあるんじゃないかなと思うんでね、違うものがね見えてきたりするんじゃないかなと思います。というわけで今回の話はここまでです。はい、こんな感じでね、このチャンネルでは作家をね目指してやっていきたいとかっていう人のために、何かしらねためになるんじゃないかなっていう情報をね、僕の経験からねいろいろ伝えています。なのでね、自分のスキルアップのためにね、このチャンネルね活用してください。はい、それではね、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方はぜひね、 LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。